ありがとうございます。嬉しいよ、古舘さんお会いしたかったわ。 いやもう本当に猪木さんの話とかしたかったんですよ。そうだ、それこそ偶然さっき古舘さんの話してたよね。そうですよ、エレベーターに。そうなんです、偶然。うこういう進行のうまさたまんないね。うまいとかじゃない、もうそれが全く違和感ないし、いや本当に偶然さっき、してました、あのタイガー・ジェット・シンの話になった。そう、猪木さんの話してて、うん、古舘さんがタイガー・ジェット・シンとねエレベーター乗ってて、うん、普通に紳士的にこう話してたらピーンってねエレベーターのドア開いて、うん、そこにトースポの記者がいた瞬間タイガー・ジェット・シンが暴れ始めて、うん、殴る蹴る古舘さんのこと殴るとかね、うんうん、みたいな話を偶然さっきしてたんだよね。本当、うん、なんかだから感じたんでしょうね、古舘さんのその気配を、うん、いやいやでも本当にそういうのってあるみたいよ。あ、そうです。なんか噂をすれば影って言うじゃないですか。噂をしたから来たんじゃないみたいね。なんとなく非科学的だけど波動を無意識脳の一部がキャッチして扁桃体なのかどうか分かんない、キャッチして喋り出すから来るみたいね。だからなんか、うんうん、そういうの嫌いなんですよ。いや、ちょっと意味、ちょっと意味がよく分かんない。大丈夫、古舘さんもよく分かってらっしゃらないと思う。いや、まあいいや、じゃあこれやめよう、これやめよう、諦めた、これやめよう。上田も相当ショックで今日はだ、今日1本目もずっと猪木さんの話で、うん、まあ、古舘さんがいらっしゃるって知らなかったからね、ここで話してもよかった。だから僕、うん、猪木さんが亡くなった10月1日の夜、あのスポーツ番組生放送でオープニング猪木さんの特集だったんですよ。で終わって俺古舘さんの言葉を借りたの、うん、古舘さんが猪木さん引退の時にね、我々は今日、アントニオ猪木から卒業しなきゃいけない、その闘魂のかけらを携えてみたいなことをおっしゃったじゃないですか。猪木の不在をこれからしっかりと認識しなきゃいけないとか言って、うん、本当に亡くなった時のあれでそれ見たんですよ僕。あ、そうですか、ごめんなさい、勝手に古舘さんの僕言葉がお借りして。いや俺すごい悲しい心境だったのに、はい、俺の名前は古舘伊知郎って言ってくれた瞬間に、うんうん、ものすごく嬉しかったあの時。あ、そうですか、明かりが灯ったよね、うん、この人なら絶対言わないよそんなこと。言わないですね、言わない、あの男は絶対言わない、すごい冷たいもんこの男。ちょっと待ってください。俺はだからそれは、ね、失礼なことだと思うから。何が？古舘さんとか上田晋也とかね、うんうん、それ猪木さんを崇拝してる人たちが言うことで、うん、あるべきであって、俺みたいなそんな外であんまよく知らない人間が猪木さんを語るのは失礼だと思うから僕は言わないわけです、うん、今俺が言ったニュアンスは猪木さんのことじゃなくて、うん、何、ね、そうそう、他のことでも、そう、違うことで冷たいって言いたかった。なんでラジオに呼んでくんねえんだって。呼んでるじゃないですか。全然呼んでない、何年も呼ばれてない。いつでしたっけ最近よ。いやいや、もうだ、いやいや、応仁の乱ぐらいだよ。いや、なんか面白いこと雑ですよ、例えば。でもね、この人やっぱり尋常じゃないなと思ったのだいぶ前なんですけど、誰の彼は明美さんっているじゃないですか。もう何年も前の話です。サンジャポに出てる時にね、ボケ倒すのは知ってて面白いのもうね言わずもがないじゃないですか。その時はしつこかったの。いや、いつもしつこいですけどね。でもね、その時の重ねがものすごいしつこくて、誰の彼って一回も言わない。そして釜石さんはとかね、なんかつれづれ草さんはとか、わけわかんない。で、うるさいなうるさいなって絶妙の田中さんのツッコミあって、一くだり終わって CM 入って2分 CM だったと思う、戻ってきてワンショット来た瞬間にアパホテルさんは誰も受けてない。あれはいいね、あれはやっぱあそこに天才性を見るよ。その2分の間に考えてるんですよ。アパホテルまだあった、そう、5文字、もう5文字だけど跡形もないじゃないですか、誰のために。こういうのが好きなの。そうそう、これを褒めてくれるのは古舘さんだけです。あれはね、言葉の廃墟なんですよ。だって受けてないんだから。廃墟なんだ、アパホテルどこにも絡まないんだから誰の彼にね。あれはもう本当に俺としては嬉しい瞬間。古舘さんはうちの親父の棺を持ちました。違うよ、お袋、お母さん、お袋か、お袋、古舘さんだって会ったこともないでしょ、お母さんに。会ったことない。ただもうあの最後挨拶聞いてて、彼がね一生懸命こう喋ってる時に、やっぱドア玉ね、青山斎場で多くの方々が列席されていて、でその時にどうもドナルド・トランプですってそこからボケて、でそこからいろいろこう言ってる。でもすごくそれは面白かったんだけど、その時にずっと俺が親族側に入った。そうなんです。なぜか親族なんで。いや、おかしいでしょ。なんで古舘さんそっちにいたの。本当に差し出がましいし、そんな何の動機もないじゃない、ずっと家族親族側にいる。誘導されちゃった、誘導されちゃったの。あ、葬儀屋さんに、例えば
終わった、はい、お焼香全部終わった、全て終わった、さあ帰ろうとみんなずっと帰ってくる。で俺も帰ろうとした。そしたら女性の葬儀屋さんが、はいはい、こちらに残って俺にだけ、こうやって手添えて、はい、こちらに残ってくださいって明確に言ったから。なるほど。で、マスクなんかコロナ前ですから、もちろんマスクなんか全然してないわけだから、あ、俺はニュースしかやってないし、このとこやっぱりバラエティとか一切出ないわけだし、この人は多分親族で似てる人の顔と間違えてると思って、なんか間違えたの、一度こう払って、いやいや僕はって行こうとしたら、また持って、こちらですの、こちらですの。そしたらあの田中さんの今の奥様、あ、ね、はいはい、そう、ぽいちゃんが、古田さんありがとうございますって言ったから、これは残んなきゃいけない。それでずっと行って、出棺ですのね、最後に白菊を手向けてください、全部やって、お母さん本当にこんな人を育ててくれてありがとうございましたってやって、それでスッとフェードアウトしようとしたの。 あとは挨拶とか始まる、それで行こうとしたら、またそのもうちょっと、なんでそこに留めたいんだろう、完全に誰かと間違えて、親族と、ね、俺をテレビで喋ってる人間と一切認識してないの。申し訳なかった。そんな親しいわけじゃない、失礼じゃん。まあ、ね、失礼ね、あ、お会いしたこともないのにね、お母さん。それ で最後棺を、それで失棺ですって、ああ、まあ、持つじゃないですか、ああ棺を、その四隅の一番その先頭に古田さんがこうやって、なんでこの人俺のお袋の棺を持ってるんだろうと思って、促されて、もう本当に目立たないようにしようとするからこんなになってるわけだったら、そんな目立たないにするんだったらもう抜けりゃいいのに、その時は押さえつけられてないのに流れで持っちゃった、持っちゃったね。申し訳ない、申し訳なかったですよ。だからもうね、ああいうことやると不思議な体験で、人生で1回しかないと思うの。ああ、そういうことはね。そういうことはね。だからこれはものすごく彼が喋ったことを覚えてんの。そのお母さんはね、合唱団でね、合唱にちょっとね、喜びと楽しみを感じてって話がスーッと入ってくるから、相当お母さんとは知り合いの感覚になってんだ今。息子以上に。あ、それ喜ぶと思います。不思議な感じになってる。